キョウム。フェイリス。今からパパに最後のご挨拶をしてくるにゃ。しばらくパパと二人きりにさせてもらうにゃ。この話はおしまいにゃ。わかった。ちなみに世界が元に戻ったらフェイリスの今の記憶も全部なくなっちゃうのかにゃ。そんなことはあるものか。きっと覚えてるさ。なぜならお前は今過去を変える前と変えた後両方の記憶を持っているだろう。だからあんなに必死にフェイリスを助けてくれたのかにゃ。それはその解釈は自由だ。フェイリスは今日との時間を忘れたくないにゃ。ありがとう。フェイリスの携帯知らないかにゃ。携帯ならここに。にゃ。ちょーまー、この中のあれを見たのかにゃ。もしも見たのなら忘れてほしいにゃ。あれはこの中に封じ込めておかないとダメなのにゃ。
でないと奴らが目覚めてしまうのにゃ。で、今日な、今のはツッコミどころだにゃ。あれってなんだよって、いつもの京馬なら顔を真っ赤にして反応してくるはずにゃ。すまない。今日の京馬はやっぱり変にゃ。いつもなら遠慮なんかせずに偉そうなことばっかり言ってるにゃ。すまない。ルカ子、お前の父上に聞いてくれ。 IBN5100 という古いパソコンがここに奉納されているはずなんだ。え、あ、古いパソコン？お父さん呼んできます。これは鳳凰院君、いつも娘がお世話になっております。この神社に10年ほど前に古いパソコンが奉納されたはずなんですが、ご存知ですか？古いパソコン？確かにそんな記憶がありますね。本当ですか？ぜひ見せてもらいたいのですが。いいですよ、ちょっと待っていてください。
俺が怖いか、ルカ子。え？気持ちはわかる。何しろ俺はそのお前の大事なところを触ってしまったというか、なんというか。岡部さんが怖いだなんて、そんなことないです。あのことはすごく恥ずかしかったですけど。悪かった。ところで、お前も IBN5100 のことは知っているのか？いえ知らないです。だが、以前電話した時、知っているような素振りを見せなかったか？マユリの作ったコスは結局着ないのか？はい。恥ずかしいか。おかしいな。見つかりましたか？それが見つからないんですよ。見つからないとは？確かに古いパソコンを受け取った記憶はあるのですが、倉庫のどこにもないのです。確認させてください。ここへ PC を奉納していったのは秋葉ルミホさんで間違いありませんか？おや、なぜそれを？もしかして知り合いですか？ええ、友達です。ルミホちゃんはとても立派な女性になられましたな。彼女がまだ小学生の時でしたよ。羊の黒木さんと一緒にこの神社を訪ねてきてくれましてね。しかしパソコンはなぜ消えたのでしょう。誰かに盗まれたかと思いましたが、他のものは手つかずでしたし、宝物殿の鍵は壊されてもいなかったですし。ルカは何か知らないかな。確かここ最近は毎年年末の大掃除の日に宝物殿の掃除をしているだろう。ルカ子、どうなんだ？何も知りません。
最後のんは何の真似だ。おかえりとおかりんって似てるでしょ。だからくっつけたら一粒で二度おいしいんだよ。おいしくはないだろう。対おかりん専用挨拶ってことでいいんじゃないかなだろう。多分メイクインじゃないかな。メイクイン。フェイリスの言っていたバイトってメイクインのこと。マユリは？マユリもそこでバイトしているよな。もちろんだよ。どうして今さらそんな当たり前のことを聞くの？変なオカリンだね。あのね、マユシーは明日からのコミマに備えてお休みをもらっているのです。もしもし、誰か？おい、どうした？誰？ごめん、変な奴らにマユシ連れてかれ。奴ら狙いは僕だったみたいだけど、僕逃げて、でも代わりにマユシが…どうしよう、オカリン。
お前たちには、マユリは殺させない。